え？こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。はい。おーちゃん。はい。ラーメン食いきましょう。え？ラーメン食いきましょう。いや、わしラーメン嫌いよ。え？わしラーメン嫌いやん。ちょっとラーメン食べに行こうと思って。おーちゃんとこ来てみたんですけど、どこもアポ取ってないんで、ちょっと流れ川歩きましょう。流れ川歩いて。いや、当分行ってないんで、流れ川とか街の状況を確認するのも。流れ川？はい。どうかなと思って。ちょっと歩いて、いいとこあったら、その場でアポ取ってラーメン食いましょう。晩ご飯食べました？晩ご飯食べてないですけど、昼ご飯食べましたけど。昼ご飯は今もう7時なんで、なんで、まあ僕おごるんで。おごってことないですか？はい、ラーメン食べましょう。はい、最近どうですか？え、最近何がですか？え、はい、店の場合は、まあ常連さん入れ替わって寂しいですけど、ね、あ、そうなんですか？いや、4月入れ替わるんですよ。ああ、じゃあまあちょっと街出ましょう。それ服装それでいいんですか今日？いや、だけ今年度のユニフォームでしょ。わかりました。え、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、最近なんか面白い話ないんですか？本当面白い話はないでしょ。何かありますか？いや、なんかないです。面白い話、はい、無駄遣いが多いって聞いたんですけど。無駄遣いが多い。最近お金ないですもん。あ、そうなんですか。20万円の NFT 買ったって聞いたんですけど。20万円の どうなんですかそれは。 NFT って何ですか？ NFT はノンファンジブルトークですね。買ったんですか？誰も分かんないでしょ。いやすごい買い物だなと思って。その画像に20万出すっていうメンタルはすごいなと思って。いや、僕投資家ですからね。いいですね。着きましたね。はい。まあ、ちょっとなんか食べたいラーメンがあったらストップって言ってください。そこで食べたいラーメンがあったらストップ、はい、食べたいラーメンとかないですか？好きなラーメンなんですか？天一です。天一、ちょっと人少ないですね今日は。まあ、ちょっと探していきましょう。とりあえずラーメン屋見つけたんで、はい、入りましょうか。OK もらいました。あと OK ということで、はい、じゃあここはあれですね、味噌ラーメンですね、ポプラカンさん。はい、味噌ラーメン食べましょう。じゃあ1店舗目行きましょう。はい、じゃあ、はい、はい、どうぞ。ここ来たことないんですか、坊ちゃん？ないです。よく、店の前はよく通りますか？昔からありますよね。あ、そうなんですか。よく見ます。お腹空いてますか？お腹空いてます。札幌ラーメンって書いてますよ今日は。え、味噌ラーメン食べます、とりあえず。まあ、味噌ラーメン700円でめっちゃ安いじゃないですか。安いですね。え、麻婆豆腐好きですけど。結構メニュー多いですね。でもまあ、ちょっとはしごするんで。え、はしごするんで、その食べんとってくださいね、ここで。お腹いっぱいになったら次食べれないんで。ダイエット中ですけど。え、ダイエット中ですか？今日チートデーでいいんじゃないですか。いや、カープのサインめっちゃあるですね。ああ、もうだいぶ前よ。まあ、1枚くらいもらえんすかね。ダメです。え、ダメです。はい。じゃあ、刺身ラーメン食べさせていただきます。味噌ラーメンですね、味噌ラーメン。まあ、そうっすね。まあ、結構中ごとですかね。ああ、でも安定の縮れですね。安定の縮れ。はい。白味噌ですかね。白味噌でしょうね。白味噌ですね。コクがあって。ああ、そうっす。やっぱり縮れ麺がいいんでしょうね。短めっすね。短めっすね。うん、たまにわかめ入ってますね。はい、こいつな。で、鉄鍋で炒められてるんですよね。はい。けどあっさりしてちょうどいいです。違いますか？いや、やっぱり飲み屋街なんで。あ、そうなんだ。飲み屋街やからこういう感じなんですね。さすがですね。うん、うまそうですね。やっぱなんで味噌ラーメンって縮れなんですかね。多分スープと絡むんですよね。あ、そういうことですか。多いっすよね。札幌がそうなんですかね。札幌がそうなんじゃないですか、ね。うん。
こうちゃんなんで縮れにせんかったんですか。縮れにしたら作るのが難しいから。あ、難しいんですか。あ、難しいかも。失敗率があるじゃないですか。ああ、そういうことっす。あったらいいですよ、生命とか。ああ、コーンも値上がりしたらしいですよ、コーン。あ、そうなんですか。まあ、どれも値上がりしてますよね、今でも。ラーメンは大変です。はい、怒ってますよ。ミンチも入ってますか。ミンチも値上がりしましたよ。ああ、知ってますよ。高いっす、全部高いっす。玉ねぎ、この前バイトに買ってきてもらったんですよ。はい、ただ1個200円だったんですよ。電話せいやって言ったら、はい、電話しましたよって怒られたんですよ。確かに電話しとったんですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。どうでした。え、餃子が食べたかったっす。確かに餃子食べたかったっすね。やっぱお腹減っとったし、ちょうどいい感じになりました。どうでした、味噌ラーメン屋さんとして。こうちゃん、もう完璧じゃないですか。いい感じでした。いい感じです。なんかあっさりなんですけど、ちょっとピリッと辛さがあって、やっぱミンチ炒めてるんで肉の旨味入ってるんで、まあ、ラーメンとしてはいいですね。100点じゃないでしょ。こうちゃんのラーメンはなんて。こうちゃんのラーメンはなんて。60点前じゃないですか。低いっすね。ファンス、まあ、札幌ラーメンっていうことで多分あれですね、鶏チンタンじゃないですか。あ、でしょうね。多分鶏チンタンで、多分味噌を多分ですね、分からんですけど、味噌を焦がして多分野菜として炒めた後に多分入れとったんですよ。あ、はい。だけど野菜の旨味と肉の旨味がスープに入ってきて、麺も中、まあ、ちょっと細い縮れ麺ですかね。中太ぐらい。短いんで、すすりやすいですね。まあ、短いのもたまにはいいかなと。はい、短いからほとんど動いてないですよ。じゃあまあそのまま行きましょうか。じゃあそのまま行きましょう。次の、はい、じゃあまあごちそうさまでした。すみません、小倉健さんはごちそうさまでした。はい、また行きます。はい、じゃあ次行きましょう。行きましょう。はい。